内堀田持は長崎県長崎市出身のプロ野球選手。ポジションは保守。長崎商業では1933年春の甲子園に出場。1935年に保守人強化が課題であった第日本東京野球クラブからアメリカに連れて行く特度かれ、卒業前にへ入団する。学校側は入団を許可したものの学業途中で プロ野球に入ったことから文部省から長崎商業に通達があり、内堀は卒業を取り消された。なお、1980年になって卒業が認められている。1935年2月からの第一次アメリカ遠征に参加する。巨人入団当初は中山武氏の控え保守であったが、中山の王将を受けて1937年に正保守となる。沢村英二や、 ビクトル・スタルヒンラとバッテリーを組む一方、打撃でも周期シーズンでは打率、264を打って打撃成績17位に入った。また、同年の東西対抗戦に選出されている。1938年に王将し、1941年の一時的な福音を挟んで北市・ビルマを転戦する。ビルマ戦線では内堀の後の正捕手を継いだ。 吉原正義と面会を果たし、戦後の巨人再建を誓い合ったという。戦後、8年のブランクがあった上に、戦地で肩を痛めていたが、1946年に巨人に復帰。保守から当主にコンバートした、忠文久座の後釜として、1947年から2年間聖保守を務める。1949年からは旧 a から遺跡入団した。 藤原哲之介に聖保守を譲って高知県人となり、1951年に現役引退した。1952年から二軍監督、高知を歴任。1962年からスカウトとなり、後にスカウト部次長を経て、1984年まで務めるなど、裏方として巨人を支えた。スカウト就任後も、 巨人の宮崎キャンプにユニフォームを着て参加し、ON ノックの名ノッカーとして知られた。1997年1月30日死去、万79歳没。1998年に現役時代のユニフォームが地元の長崎県に寄贈され、長崎県営野球場の資料展示室に展示されている。前世紀の沢村栄治の投球を受けた意気承人で、 沢村の語り部としての発言が残っている。映画、不滅の熱球では、千秋実が内堀を演じた。また、沢村英治役の池部良には吹き替えなしで投げることを進め、沢村の投げ方を1ヶ月半かけて教えた。映画、江ノ県のホームラン王には、多くの巨人軍選手と一緒に本人役で出演している。ありがとうございます。